違う。寒い。有名な青い池の数どんな感じで持ってきたのかご紹介したいなと思いまして。なんでこんな青いの？すげえ。もうこれがどんな。どうしたどうした。おはようございます。おはようございます。斉藤です、はい。羽田空港に着きました。はい。1年ぶりの遠征キャンプ、北海道旅でございます。もう1年経ってしまいました。早っ。早いね。ね。ついこの間ここで動画撮った。そうだよね。去年は札幌のね、空港へ行って、うん、道南中心に何個かキャンプをね、やらせてもらったんだけど、今回は念願の道北、はい、旭川に向かおうと思います。実はですね、きっかけがあって、今日撮ってる日の明日、うん、嫁団さんのキャンプイベントがあってですね、はい、まあ、そこに僕たち斉藤夫婦がゲストとして呼んでいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなきっかけがあったんで、今回ねちょっと旭川の方に向かうっていうことで決定したんですけど、せっかく旭川行けるんで、キャンプ旅して帰ってきたいなっていうことで、今日旭川へ向かって、明日イベントなので、今日はね、あの嫁団さんの家に泊めてもらうっていうことなんですよ。イベントが土日でねあるんで、それが終わったら日曜日から、キャンプの旅をスタートしようかなと思っております。なので、今回の動画はまだキャンプに入らないんだけど、まあ、ちょっとね、旭川までの道のりだったり、パッキングしてきたキャンプの荷物、ハルピンがね詰めてくれたんで、めっちゃちっちゃくなったから、今年は去年に比べて、そう、去年はね超過しちゃったんでね、重さもだいぶ、でもコンパクトに詰めてくれたんで、うん、その辺の紹介とかやっていきたいなと思うんですけど、ちょっとね、手前の映像でもお分かりの通り大雨なんです。はい、台風なんです。現在ですね、関東直撃の台風13号が来てまして、うん、飛行機は飛ぶんでしょうか。今のところ遅延欠航の可能性ありっていうマークがついていて、うん、午前中お昼にかけて間もなく台風が上陸します。そうなんで今回ね、一番早い7時の便にしたんで、危なかったね。これ1本遅くしてたらやばかったね。もっと直撃、まあ、どうせなら朝早く行きたいなと思って朝一の便取ったんですよ。はい。なんで、まあ、逃げ切りで飛べれば、まだ台風これから来るんで、いいなと思ってるんですけど、うん、ちょっと、これから空港入るんで、うん、状況見に行きたいなと思います。はい。なんでだよ。確かに。ということで、はい、今回の旭川、北海道旅、スタートします。何本かね、シリーズで出していきますので、はい、ぜひぜひチャンネル登録の方しといていただけたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。はい、それではスタート。風吹いてきた？結構木が揺れてます。木なんかあった？駐車場の前。切ってみる。これ測れます。まずこれいくつだ？あ、10キロ。あ、超10キロ。10キロ。これ持っていける。12キロ。
これでもう20キロ。はい。よいしょ。あら。お、これ1個で20キロ。じゃあ、これ全部が超かな。あ、23キロ超かですね。前回何キロ超かだったんだろうか。またライター取られたんだけど。証拠にもなく先端が伸びないライターを持ってきたけどやっぱりダメでした。いや、この間はなんかターボがダメって言われて、ターボとあと伸びるのがダメ、着火マン型でって言われてダメだった。取られました。2本目です。岩谷の去年よりも超過しました。去年より重いってどういうこと？どういうこと？だってさ、テントもさ、ちっちゃくしたしさ、いろんなものちっちゃくしててさ、ちょっとね、去年より2泊多いんですけどね。10分前集合なので移動します。眠い。眠いよね、やばい。コーヒーだけ飲めました。揺れるって言ってた。誰が？放送で。え、本日は上昇するときに思います。シートベルト締めて。マジですか。できます。できます。着いた。到着した。14度だって。マジで？うん、出た。14度です。え、今？うん、到着の場所は14度です、ね、すごくない？なんだそれ。え、なんか台風全く関係ないんですけど。本当だよ。冬は乱れてたみたいだけど。そう、でもそんな言うほど揺れなかった、うん、ああ、だって寝れたもん。だけど熱いものは出なくて、玉ねぎスープが飲めませんでした。もう寝てました、完全に。玉ねぎスープのために起きて、大きい食べながら待ってました。すごい、なんかもう、もう北海道感出てる。なんかやっぱりまた違うね、新千歳。荷物回収しました。19度。寒いね。全然気温が違う。寒い。なんか10度ぐらい違う。うう、寒い。や、これ去年と同じ感覚。うう、これが嬉しい。ただいまの気温、うわ、カチカチしちゃってる。 18.8 度。とりあえずレンタカー屋さんに、はい、行きます。向かいます。最高じゃん。最高。はい、到着しまして、はい、今ですね、レンタカーを借りて、はい、ちょっと移動してきて、うん、空港の近くの多分千代ヶ丘郵便局っていうのかな、このバッテリーを局止めで送っといたんですよ。我が家のバッテリー。そう、前回ね、北海道来た時はレンタルしちゃったんですよ。で、よく考えてみたら家にあるやつを局止めで送っておけばよくないっていう話になって、今回は、はい、自分家にあるバッテリーをこの北海道の旭川の郵便局に送っておいて、うん、今ね、ここで受け取りをしました。はい、はい、ちょっと静かなところに移動したいんですけど、はい、で、さっき調べてたんだけど、うん、道の駅美瑛っていうところがここから10分で行けるので、はい、なるほど。一旦ちょっとそこに行って飲み物とかも買いたいし、そうだね、一旦そこに移動したいと思います。はい、はい、いや、美瑛町行きたかったんですよねえ、うん、しかも本当いい天気でよかった。とりあえず移動しましょう。はい。
すごい、何ですかこれ。美瑛のさ、有名な青い池の、アイス？アイス。あそこで売ってたやつか。あ、そうかも。あそこの北海道厚切りポテト。へえ、うわうまそう。これどこで？あ、ここじゃん、やっぱあれだ。美瑛カフェ。あそこあそこ。あれ？うん。あとで買おう、ちょっとだけ。ね。ザノースフェイス。そう、この看板何なんだろうね。これノースフェイスって書いてあって。本当だ。これ？あ、バーガー屋さんじゃんこれ。うわー、うまそう。アメリカンバーガーだ。すごくない？すごい。重なり具合。これ欲しい。北海道限定コーヒー。お、本当だ。エメラルドマウンテンの隣に北の大地とともに。面白い。これも北海道牛乳のバナナミルクコーヒーだって。美味しそう。どっちがいいの？北海道限定コーヒー。うん、ちょっと違う。違う？めっちゃいい匂い。あ、ここで食べれるじゃん。3時に出て、うん、今まで私おにぎり食べたけど、うん、パルちゃん何も食べてない。何も食べてない。いただきます。これ。うん。コロッケ。コロッケ。サクサク？やばい。サクサク芋。めっちゃ芋。じゃがいも感濃くない？うん。美味しい。美味しい。これ絶対うまい。うわっ、やばいじゃん。あ、こっち。うん。うん。美味しいっす。じゃがいもが濃い。いただきます。うまっ。これでもチリチャップいいのか普通に。うまっ。うまいよね。そのままのじゃがいもが美味しい。うまい。気温がちょうど良すぎる。寝れるんですけど、これ。寝れる。こんな美味しいの食べたら。ごちそうさま。ごちそうさま。あー、なんか暑いけど。日はね。うん、日は暑いけど、でも関東と全然違います。全然違う。もう風が冷たいもん。うん。今ね、ちょっとトランク開けて荷物どんな感じで持ってきたのかご紹介したいなと思いまして。これずっとこれできちゃったよ。やばいじゃん。ベルト出てたよ。これもワークマンのスーツケース2つ持ってきてるんですけど、これはね、全部洋服です。洋服、お風呂道具、うん、洗面道具、薬、はい、などなど、はいはい。ででーん、こんな感じで、うん、持ってきておりまして、よいしょ。こっちのトランクからじゃあ、はい、ちょっとやりますか。主にですね、はい、こっちは、うん、強い感じの焚き火とか、うん、テントとかガツゴツした感じのガツゴツイメージです。あ、そうです。こっちは、はい、キッチン系とか、はいはい、こう枕とかなんかそうやわ、やわやわしたイメージです。なるほどね。ガツコツ系から、はい、だから僕のとハルピのとかじゃないんですよね。じゃないです。なんかやっぱり寝るもの、食べ物、シュラフ、枕とかを一緒にしたくなくて。すごいね、北海道は止まらないんですか、救急車とか来ても。みんな普通に走ってる。普通に走ってる。先にどうぞとかじゃないんだ ね。じゃあまず、うん、ガツゴツ系、はい、コールマンって書いてあるこの白い袋、はい、これが今回のおテントです。おテント、おテントさんです。何度もご紹介してます。遮光のテントです。ちっちゃいやつね。はい、なので今回はめちゃめちゃテントがコンパクトでございます、はい、これがネイチャーハイクのツールボックスの中に、うん、こんな感じで、はい、焚き火グッズだとか、うん、チタンペグとか、はい、グローブ、バーナー、
これは外のバーナーとか、うん、これはこれはランタンポール、うん、ちっちゃ。でそれこれは薪割り用のくさび、うん、薪割り台、薪割り台ライターは取られました2回も取られるとは。これはねドルフティって書いてあるんですけど、うん、中はあのレジャーシートとか焚き火シートとかです、うん、もうちょっと汚れちゃうんで袋に入れて持ってきた感じ、はい、これはポール、タープポールです。伸び縮みするポール、うん、これ新アイテム、ニューなんと、はい、テーブル、コンパクトですね。アマゾンのやつですけどね。そう、あの某有名ブランド風のやつ、折りたためるテーブルです、うん、はい、で全体的にはキャンプでまた広げるので、うん、その時にまたお見せしたいと思います。これ、はい、ダックノットさんのクーラーボックスです。今何も入ってません、うん、あ出しちゃおうか。じゃあそれはなんか買ったりしたらね、あそうだね、使うしこれね、うん、今こんなちっちゃいじゃん、使うってなったら街がこんだけあるんでね、うん、すごいふっくらと大きくなります。今畳んでるから薄いけど、あとはワークマンのシュラフ、雨具、インナーダウン、はい、こんな感じです。おお、以上以上です。はい、じゃあこっちはそんな感じですね。はい、じゃあ大きい車ですね。ね、なんか、うん、そうだ、車何も言ってなかったで、そう、あの側からちょっと今回、うん、あの安いところで借りたんで、うん、ボコボコ系の車なんですけどへっこんでましたね。でこれも、はい、あの車何でもいいんですって言ったらこれになりました指定はしてません、はい、ちょっとでかかった、広いですね、うん、使いやすい、うん、早速ハゲております。ハルピーの新しいトランクボックスなんていうの、えスーツケースみたいな、ハルピーの新しいスーツケース今までのやつがねもうボロボロでね、うん、よっ、もうだってタイヤが壊れてたじゃん。そう、よいしょ、ぴょん、はい、出ました。折りたためる鍋、うん、折りたためるケトル、はい、持ってきております。フライパンの代わりにこのユージャックの、あーこれね、ホットサンドメーカーで、お久しぶりです。はい、これで焼き物をしたいと思います、うん、でキッチンペーパー、うん、一応温度計、温度計持ってきてる、ちょっと気温が気になるんで、はい、シェラカ、はいはい、斉藤夫婦の新しいやつ、あー新しい方持ってきたんですね、はいはい、食器洗いグッズ、うん、テーブルの上に敷くランチョンマット、ランタンスタンド、これは三脚です、はい、ランタンもつけれるんで、ポケットストーブとメスティン、はい、ご飯炊きセットですね。そうです、はい、お気に入りのネイチャーハイクのボックス、はい、うん、これにはスパイス、はい、ミカサ塩基、うん、塩コショウ、オイル、缶クーラー、おお、グローブと栓抜き、はい、缶クーラーは絶対なんだ、絶対です酒飲みとしては酒は飲みたいので、はい、お玉とかフライ返しと、うん、カトラリー、箸とか、うん、スプーン、フォーク、風よけ、はい、風防、あとはライトはもう全部ボールゼロです。ああ便利だね、やっぱちっちゃくて、ちっちゃくて、うん、はい、あボアボアさんめちゃめちゃ檻の中にいます、ね、連れてきたんだよ。こちらはですね、ワークマンのちっちゃいテーブルシリーズ、はいはい、これとこれと、うん、あとはニトリのちっちゃい、うん、あチェア、椅子2脚、うん、とこれ、あ新アイテム、はい、これもアマゾンで買いました、ちっちゃいタープ、エキサタープ、うん、おなじみのインフレーターマット、インフレーターマット、はい、破裂タイプ、破裂タイプ、でもこれ買ったから、これこれ新アイテム、新アイテム、でで空気入れです。そう、この中にさ、こうやって空気入れて、うん、中に空気を送り込むやつ、そう、なんか破裂した部分がポンプのとこなんでしょ。そうそうそう、あの本体が破裂したわけじゃなくて、うん、内臓の空気入れなんですけど、はい、その空気入れポンプ部分が破裂しちゃって、うん、使えなくなっちゃったんで、外部から空気を入れれるように買いました、うん、こうやってね、そう、でも1500円ぐらいで安かったです。これめっちゃ良かったね、うん、あとは枕、あ枕、
これ私の C2 サミットの枕なんだけど、タロちゃんが新調して新しい枕。そう、この間 A&F で買いました。コクン、コクン、ココン、コクン、コクン。でも似てる感じだったよね、うん、エアーの枕です。うん、あとは同じです。カッパ、インナー、ダウンだけです。はい、以上。そんな感じで持ってきております。はい、なので今回は箱で言ったら4箱。でも結局重量一緒だったという。そうなんだよね。あ、どうしたの。ずーっとくっついて連れてかれちゃうよ。まだいるよ。違う土地に。あとはね、これにね、配線、充電器のコードをいろいろ持ってきております。そうです、携帯の充電とかカメラの充電とか持ってきてます。こんな感じで今回のパッキングになります。はい、はい、まあ、全部じゃないですけど概要欄にアイテム載せてますので少しでも参考になったらなと思います。見てみてください。よろしくどうぞ。はい、でこれからはここのすぐ近くの青い池、うん、でもそのまんま名前のまんま青い池があるってこと、うん、そうみたいですね。だって青い池アイスとかいっぱい売ってたよね。売ってた、うん、写真見る限り本当真っ青なね、ブルーの池があるということで、じゃあそこ一応見に行って、うん、あとはランチ食べる場所探して、うん、嫁団さん家に今日はお邪魔する感じですね。そうですね、はい、行きましょうか。行きましょうか。白金青い池ですって。あ、すごい。わあ、ここか。やばくない？行ってみましょう。はい、多分みんながこう歩いてくる方に行けば、うん、青い池シリーズいる、いっぱい売ってる。豚まんまっていうか、もうデニムマンも一緒じゃんこれ。本当だ。デニムマンと一緒だよもう。確かに本当に青い。やばい。あ、もうちょっと先だ。見えてるよ。すげえ、なんで青いんだ。すごい。なんでこんな青いの。すげえ、めちゃくちゃ青い。すごい。なんで青いんだろうか。1988年に噴火した十勝岳の火山泥流災害を防ぐため美瑛川に作られた堰堤の一つに偶然水が溜まってできた、いわば人工の池です。青い理由は書いてある。青い理由は湖水に懸濁している火山性の珪酸アルミニウム粒子が光を散乱させて青い色を出していると言われています。不思議です。不思議だね。すごいよ。綺麗。うん。すごいぞ。おお、これが。どんな。え、どうしたどうした。やばいやばい、興奮具合がやばいよ。だって生ホタテフェア。やばい。去年行きたかったトリトンね。え、待って、入ろ入ろ。え、やっぱりさ、これじゃないですか。うん、これをとりあえず2つ、うん、2つ食べる。わさびあり、なし、うん、あり、ありでいいな、うん、せっかくだもんね、うん、ハルピンも好きなの。しかなくない。うん、あ、でもカニはそうでもない。あ、でもカニも好きで。いいな、これで、うん、じゃあこれ注文しますね。いいんですか。いいんですか。やばいよ、そのうん、落ちた。ホタテ、生ホタテ。
つぶ貝も超でかいっすよ。すごっ、こんなでかいつぶがあるんだ。嫁団家で夕飯もあるからあんま食べ過ぎないでって言われてます。軽く、はい、でっく、いただきます。間違いない、うん、いただきます。すごいやばい、肉みたい。うん、粒貝めちゃめちゃでかい。ありがとうございます。11番様のアイスいきます。いきます。ただいまお寿司レーンに流れておりますので、このタッチパネルからお願いいたします。すごい、これはやばい。すごいよ。せーの、溶けない、溶けた、クリームみたいな、なくなった。初めての食感かも。ありがとうございます。うん、やばい。これもなくなる、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やばかったね。あ、なんだこれ、感動しすぎて泣きそうになった。去年さ、北海道で回転寿司行ったよね。行った。なんて名前だか忘れちゃったけど。忘れちゃった。でも美味しかったよ。美味しかったけど、うん、結構でも超えてきたな。超えてきた。溶けるっていうのがね、すごい感動的だった。ネタがめっちゃでかくてさ、そう、4、5皿でお腹いっぱいになるぐらい、うん、あの、まあちょっと控えましたけど、でも結構お腹いっぱいになったよね。なった。多いもんね。いや、美味しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は嫁団さんの家へ行って、前乗りで泊まらせてもらって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、明日イベント当日ということです。はい、はい、来てくださる方、お会いできるのを楽しみにしております。はい、イベントが終わったらですね、何泊かキャンプ旅していこうと思ってますので、またそっちの続編の方も見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなりさよなり。さい、行ってきます。行ってきます。なんて言ったの。ちょっと俺、旭川ラーメン食べてくるから。やばいじゃん、あれだよ、味噌ラーメンの吉野。